日雷プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜かすみ、よろしくお願いいたします。一つ吉田に、なんか結婚してから気づくんだけどさ、その奥さんに尻に惹かれてるみたいな話、テレビでする人いるじゃん。はいはいはい。でさ、なんかテレビでさ、奥さんの話するときさ、なんて言うんだろう、なんかこの話大丈夫かなって思いながらしたりするのよ、俺。ああ、わかるわかる。ああ、わかるでしょ。わかるわかる。なんかなんだろう、奥さん側からの反論ができないじゃない。なんかテレビに出てるのは俺と春日だから、そうね。そっちから見たら、いやいやいやって話だったりしないかなとか。ああ、わかる。あと向こうの、その久美さんのイメージがそれでついちゃうっていうね。はい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 。まあ、言われたこともあるな、何回かな。ある、あれそういう話し方されるとみたいな話し方が上手くないっていうのもあるんだけどこうやってそういうこういうね、春日さんがね、そうこういうそうイメージになっちゃうじゃん。あんまりだから強すぎる、そのね、おかみさんっていうのもやっぱこうやりづらいと。だからそんなに別に私もね、尻に惹かれて、ね、もう頭上がんないんすよみたいな話しかしないんだけど、強い、そのこの奥さんっていうのも嫌なんらしいのよ。だからなるべく事実をそのまま話してんだけど、それであっても、ちょっとあれだとこういうね、私聞いててこういう風に思ったから、ちょっとなんか嫌だなみたいな。そうだよな。でも一回一回さ、そのなんか、オーディション受けなきゃいけないじゃん。ね、奥さん話を一回目の前でして許可もらってっていうこともできないじゃない。だから思う、話しながら、これ初出しだけど、オーディションしてないけど、まあ、大丈夫かなみたいな。結構さ、だからさ、朝の番組とか見てるとさ、お互いのさ、旦那さんとか奥さんとかの話してるじゃん、バンバン。あらな、なんかすごいと思うんだよね。そうね。で、俺が結婚して気づいたことなんだけど、尻に惹かれてるってテレビに言う人って、亭主関白だと思うんだよね。まあ逆に。だって、今の春日さんの話みたいに、家帰ったらあの話し方ちょっとないのよって言われて、だから尻に惹かれてってテレビで言うじゃん。で、家帰って OK ってことは、なんかあの話し方やめてって言われたらやめると思うの、本当に尻に惹かれてたら。そうね、二度とその話はやめて。そう。で、OK ってことは家に帰ってあの話し方やめてって言っても、いやいや、俺のこういう仕事だからって言えないとできないことだなって結婚して気づいちゃったんだよ、俺。押し通ることができるってことは。そう。本当の尻惹かれじゃないっていうね。そう、だから、本当に尻に惹かれて困っちゃってんすよって話す人と仲いい人に、あの人本当は敷かれてないんじゃないですかって聞いて回ってんだよ、最近。何運動ね。運動しなさそう、しなそうだって本当に敷かれてたらテレビで言われたらやめてって言われるじゃん、まあね、だって確かにね、奥さん的にもやっぱね、その周りの目があるだろうからね。そう、それをなんか気づいてさ、最近さ、怪しいなと思って見てんだ、敷かれてるっていう、ドキュメンタリーじゃないってことだろうね。ショーアップされてるよね。ショーはショーだろうけどね、そう、それをウケるしね。まあそうだね、その方が惹かれてる方が、そうだね、確かにそれが本当に全部がリアルじゃない。そうかもね。あれってさ、なんか母の日ってさ、あれ、母の日って、子供がお母さんになんかする日、まあまあ感謝
をね、感謝を伝える日、うん、でまあお花屋さんとか、はいはいはい、母の日でカーネーションバーって、うん、でまあ春日が、うん、あったじゃない、まあこれ初おろしだけど、うん、お母さんに花を贈ろうとしたら詐欺だったっていう、何回話してんだよこれその話と桃狩りの話とメガネの鶴の話年一で必ず出るよね年一以上かでもほら最近こうなんか、うん、なんかあの2010年に聞いてた人はもう聞いてないからなるへそ、うんうんうん、そうかそうか2000そうだねあの結構いるらしいよ、うん、なんか若林と春日ってなんか、うん3歳ぐらい年違うのみたいに思って。今、2022の段階し、知らなすぎだろ。春日って俺で相方が4人目なんだよね、とか思ってる人いるらしいよ。なるほど、そう、うん。じゃあ、こうし、ちょっと時間空けたら、そうそうそう同じ話何回してもいいんだね。そういうこと、そういうこと入れ替わってんだな、お客さんが。そうそうそうああ、これはもうありがたいね。母の日って、うん、なんかこう、うん、クミさんになんか渡したりしたの、うんああ、だから、私は、うん、何前話したっけこの話。ラジオじゃしてないんじゃない他でしたんだよね、確か。他で、100カメとかで。100カメとか、それダメだけど、オンエアされてるかどうかわかんないけど。うん、いやだからね、直接渡すの、うん、私の母じゃないから、久美さんは。ね、うんうんうんで、そうなってくると子だなと思って、うん、子からなんか渡させてあげたら、喜ぶんじゃないかな、つって、クミさんもね、結構ちょっとしたことで感動してね、泣くからさ、はい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 、だから私が、その駅前の花屋さんでね、カ、うん、ーネーション一輪買ってきてさ、はいはいはい、で、部屋の奥の隠しといて、はいはいはい、クミさんが風呂入ってる間に、子にね、ちょっとこれ出てきたら渡しなすっつって言って。いやなるほどな。一番いいかもな。あこれはいいぞ、もう。我ながらすごい台本だ。いい台本だ。それは一番いいね。なんかありがとうと今まで聞いた中でも。言えないけど、まだね、話せないけど、渡すことはギリギリできる。これ持って、あそこね、渡すことは理解できる。やって二人こうさ、はいはい、で、私はこうカメラをね、はいはいはい、構えて、もう絶対その瞬間はこう、はいはいはい、残したいから。はいはいはい、で、ドアの扉ね、はいはいはい、このドアで開いて、はいはい、こうがさ、持って行って、で、入って渡したら、久美さん最初驚いてるわけ。何みたいな。で、ね、喜んで、ありがとうなんて言って喜んでくれたんだけど、その前に私がもう号泣しちゃってさ。ギリ声が出る、ギリ、もうこの袖をさ、もうそんな、たまらん絵面だったのよ。なんか、想像以上に。なんか夜のラジオとしては、なんか、ヘドが出るな。なんだよ、それ。そんな言い方ないじゃない。っていうね。はいはいはい、だからまあ、うまいことを言ったか言ってないかちょっとわかんないけど、はい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 、成功かどうかわからんけども、一応ね、はいはい、そんなんは。はいはいはい、はいうん。で、その実家のね、うん、母にはね、やっぱね、はいはいはい、いつも通りカーネーションをね。今回慎重に斎藤ちゃんと選んで。結構だから、なんかそこ、春日さん、そこ、ちゃんとしてるよな。いやー、でもまあ。なんかね、うん、だから、うん。そう、俺の話になっちゃうんだけど、うん、もうイップスみたいになってて、そうなんの？あゆ釣り事件があったり、あったね。あと、グランピング事件があったりしたじゃない、ね、はい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 。で、多分ちょっとやっぱ、ね対してね、だいぶイカれてるはイカれてるんだな、とは思ってんの、ずっとね、自分のこと。あ自分が、うん、うん。で、母の日があって、うんうん、まず奥さんに、すごい言われたの、だから、俺の母親に、うんLINE？ はい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 。感謝の言葉、うん、ちゃんと、うん、言ってねって。なるへそ、うん。うん。奥さんに言われたの。自分の母親に してねって。なるほどね。ちゃんとするんだよ。うちの母親とすごい喋るから。はいはいはい。はいはい。仲いいからね。で、多分俺が忘れそうなのも分かってる。はい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 。で、うん、まあ、言われた通りしたのよ。うん。うん。うん、で、うん、もうそれはいいじゃん。なんか、で、その月曜日になって、うん、なんかね、別にね、なんかね、なんだろうな、別にね、機嫌悪いとかじゃないんだけど、うん、なんか、なんか、ようじゃないなっていう感じ家の雰囲気が感じてて、うん、でも、なんかしたんだろうな、俺が、と思ってたの。うん、で、火曜日になって、うん、なんか、あれと思って、うん、母の日って、うん、
旦那から奥さんになんかするっけなぁと思って。ああ、はい、はい。で、春日のそのベストチョイスなのよ、それが。ああ。まだ、子供が、能動的にやらないうちは。はいはい、まあ、子からっていうね。そう。子に託したっていう感じは。で、タイガさんに急いで電話した。おー、はいはい。タイガさん知ってるよ、それ。で、タイガさんにどうしたっつって。いや、実はちょっと俺、やっちゃって、つって。日曜母の日で、奥さんにこういうふうに言われて、自分の母親には言ったんですけど、あれだって、旦那からするもんすか、ああ、それは別れるんだよって言って別れる何と何やるやらないで。やらないが、各家庭で別れるんだよ、それ。何そう、タイガさんデータ持ってるってこと？いや、日本の家庭の旦那が奥さんに母の日。相談が集まってんじゃない？ああ、そういうことなのかな、周りの人。タイガさんって相談すごいされるから、お笑い以外の。人間力あるからね。人間力あるから。経験値高いから。それは分かれるから、まずコミュニケーションなんだよなって。ほうほうほう、その母の日に、父の日についてどう思うって。ああ、それも聞いた方がいいんだ。まあ、聞くか、もう、そう、春日のがやっぱベストチョイスで。ああ。そうだよね。お子さんが、になんかこう渡して、そういうもんだ、はいはい。教育にもいいじゃない。まあまあまあ、そうかもね。そうそうそう。で、俺も火曜日だった。で、タイガさん。過ぎてるね、だいぶ。これ、今日、カーネーション買って帰るって、逆効果っすかねつって、それはやめた方がいいんだよなってタイガさん言って。もう、全部知ってるな。忘れてました宣言になるから、まあそうだよね、ちょっと気まぐれに、なんか、デパ地下かなんかで、好きそうだからって買ってって、母の日には触れずで、父の日を待てと。ほう。うん。で、父の日に、奥さんから、何かがあったら、母の日やってほしい人だわ。なるへそ。うん。来年に。もう今回は、母の日のお前の、うち結構怒られるんだよ。お前ほんと MC の若林がいい。が、家にいると思ってるからそうなるんだぞって。それよく言うね。そう。やっぱ常に言えばそれ思ってんだよね、タイガさん。うん、そうそう。常にそれ言うんだね。そうそうそう。うん、だからそれでまあ気まぐれにね、はいはいはい、和菓子とか、うんうんうん、なんか洋菓子でも買ってって、どうかなと思って、にしといた方がいいと、うんうん。そしたら父の日がこの間来たでしょ？来たね。春日さんと全く同じ、ルートだよな。うん、娘の手形を取って、うん、それをラミネート加工をして、本のしおりにしたのと、はいはい、娘が書いたという文章の手紙をくれたのよ。おかみさんから。そう。それもいいチョイスだね。うんうん、でも俺は、しおりなんて本読むから俺は、二日遅れのね、よもぎのまんじゅうだったからね。よもぎまんじゅうだったから。あんま聞いたことないけどね。母の日によもぎまんじゅう送ろうっていう。カーネーションはもう、二日遅れのカーネーションは逆効果だから。まあまあそうだね。で、そうそう、そういうのをなんかそうそう知ってさ、うん、ね、なるほどなと、うん。だからさ、うんなんかさ、思うけどさ、やっぱこう、お父さんが、そういう奥さんとか娘とかに、なんかなんだ、気が回る人に育てられたらさ、デートが上手なさ、なんか若い男ってさ、そういうの見てんだ。そういうことだな。人をこう、喜ばせる方法っていうのが、もう、っていう血が流れてんだよ。で自分が20代の時のデートなんてもう気がと気絶しそうになるよ。うん、待ち合わせてさ、クソみたいな社会だって、ずーっと昼から夜まで言うのを、聞いてもらってるっていうさ、どう、うん恥ずかしい話だよ。いや、ほんとだよ。うん。うん。あ、それがあったんだ。だから結構、うんうん、お父さんがやってた、春日のお父さんが。いや、やってなかったね。あ、そう。うん。うん、やってなかった。だいたいタバコを吸ってビールってあの、カートで国道出ちゃうっていうのが、いつものやり口だもんな、お前のお父さんの。一回だけだから。うん。カート俺に任せろって言って、任したら国道出ちゃったって迷って。
ね、脚本部長の人にめちゃくちゃ怒られてる。で、あとあれな、551の豚まん大阪で。それは関係ないじゃん。食べてない。隣のお客さん、えっけつないにおいさせてた、ね、興奮したっていう。そうそうそう。興奮しちゃったっていうね。それ別に関係ないから、その話は。よく出る話だけど、ラジオでね。それ今関係ないのよ。いやー、それはちょっと思ったんだよな。いや、確かにそういうなんか、ポイントポイントはあるよね。だから、この間さ、1年間の中で。あれで、ベビザラスに行ったんですよ。おー、はいはい。で、あるね、日曜日だったから、うん、駐車場がめちゃめちゃ混んでて、で駐車場並んでんのね、うん、めっちゃ、うん。で、並んでる時にこれ、結構時間かかるなと思って、うん、その、ベビザラスに、先に娘と子供と降りて、うん、買い物始めちゃえばなるほど、そう。その間に駐車場のね、だから、俺一人で並んでるから。はいはいはい。って言って、うん、ああ、わかったって言って降りてったのね。うんうんうん、子供と、うん。でもなんか、並んでる時に、いや、もうイップスみたいになって、うん、今の合ってたのかな、そういえば。なるほど、そう。うん。はい、はい。なんかその一緒にこの並ぶ時間も含めての、家族の休日とかいう教科書あるのかな。うんうん、ネット調べても載ってない。その駐車場の。調べたんだ、駐車場の、並んで途中に下ろしていいかっていう。お作法をね。正しいお作法の。仕方。そう、そう載ってないですよ。うん。そうそうそう。ああ、でもでもそれは。なんかね、合理的合理的に考えちゃうんだよね。うん。うん。いや、そうそうよ。私もそれでよくやっぱ言われるの、久美さんに。ああ。効率とかじゃないから、つって。効率じゃないんだろ？やっぱ効率優先でやっちゃうからさ。うん。うん。効率じゃないくて気持ちなんでしょ？気持ちなんだろうね。な。それで、でも、わか、わか、まだはいまいちわかってないな、私も。わかんないよな。うん。この場合はそっちなんだ。みたいな。はいはい。こと思うな、間違えて。間違えて、間違えて。あ、これは、そっか、待ってなきゃいけなかったのか。ここで。ああ。みたいなね。はい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 、はい。なんか一緒に行動してるときに。はい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 。なんかこじらしてる男は得意なんだけどね、俺。どういうことですか？こじらしてる男に対する対応ってことですか？集団に馴染めない悩みを持った男は得意なんだけどね。まあそうだ、そうだ。手に取るようにわかるよ、うん。もう光って見えるルートが。それはもう何を言えばいいか、何を聞けばいいかが。はいはいうん、何をすればいいかがね、うんうん。それはもうそうだろう。それはそうだろうね。だってそこ出身なわけだからね。さかわかんないぞ、そこは。わかんないよ。やってこなかったから。なあ、うん。お父さんがさ、だからこう、うん、結構出かけ上手な人とかだとさ、うん、あれなんだろうな。うん、あれ、うん、あの、子供のロケすんじゃん、昼なんですよ、はいはいはい。あれのスギちゃんとかすごいもんな、やっぱり。ああ、まあそうね。で俺とカスがまだガンガンは喋んないじゃん。うん。だから、ちょっとスギちゃん有利だよな。まあそうね。そこだいぶ違うよな。うん。うん。同じぐらいの、その歴。うん。うん。父歴の人と、うん。戦わないと。うん。うん。それは、そうダメよね。ダメだよな。あの、子供と、なんかね、あの、そのヒルナンデスのね、ロケしてたの。したらね、なんか待ち時間とかに、なんか女の子が、なんか自然に俺に手繋いでくるようになってたの。うん、で、歩き始めたりしたら俺の手をすごいこう掴むようになったから、うんうんうん、なんかその方が安心するんだろうな、なんかこうロケしてる。うんうん、で、お母さんちょっと離れてると思って、うんはいはい、で、なんかに乗り物に乗るときに、うん、ね、うん、だから手繋いで歩いてるから、あの肩をね、うん、あの、なんかこう、ここに乗るんだよっていう意味で肩を、掴んで、うん、ここだよってこう座らせてあげようとしたら、その瞬間肩をポーンつって振り払ったのよ。手は繋いでくるけど、肩触っちゃダメなんだと思って、俺、めっちゃショックで、肩をドーンってやって、俺の手を振り払ったのよ。自分で乗るからみたいな。うんなんかあんだろうね、ラインが。なんかあるんだろうね。わかんない。わかんないよ。それもわからん。なあ。
そういうのはあるから な、ね、勉強なんだけどね。そうね。そこは覚えていかなきゃいけない。一個一個。先週ね、うん、まあ、あの、スタッフさんにも言われたんだけど、ちょっとチーズ論争が長引いてて、うん、で、まあ、カスがチーズがまあ好きで、はい、桃とチーズがまあ、ツートップだと。うん、だから、桃とチーズを一緒に食べたら、うん、最高の食べ物なのにやってないっていう。うん、あれ、俺あの、その、日曜日に、ラジオ、ラジコで聞きながらね、オードリーの、洗車に行くっていうドライブイベントがあるんですよ、うん、奥さんとの。それで、聞いてたけど、もう腹割った煮えくり返って、腹割ったラクレットチーズね。うわぁ、うまそう。うまそうじゃなくて、怒ってんだよ。はぁ、ソーセージかけたいなと思って。腹わたとラクレットチーズで、ね、うわ、うまそうじゃない、うん、で、なんでやってねえのに、こいつ、うん、いちいつって言ってんのと思って、もう、同じ腹の立ち方して。時間差で。で、あるのにやらないのがなんかおかしいと思ってたから、うんうん、ちょっと今日やろうと思って。うんああ、はい、はいはいはい。で、ヒロシ、ちょっと桃があるんだよね、うん、今日。で、桃とチーズ、これラクレットチーズをかけるんでいいの、カズワさん。まあ、ラクレットが一番ベストだけど、うん、まあ、とろけるチーズ。だから、溶けたチーズが好きだから。なおね。チーズ全般好きだけど。チーズ溶かせるらしいね、なんか、今ね、機械があって。ああ、こんなあんの？何これ。うん、ヒーターみたいのがあって、うん、今チーズ溶かしてますけども、で、桃もあんだよね、今日。いや、もう、あ、入れてあんだ。ラクレットチーズが。そう、桃切ったの、それ、ヒロシ。いや、もうこれどうなってんの、それ。マジか。いや、その桃はちょっとわがまえっす。いや、嘘だ。え、これ何？もうマッシュピーチです。おろし金で、やったら、おろし金で。リスナーの皆さん、マッシュピーチです。すりおろし棒みたいな。それやられるとまた、まあ、ブレるじゃん、話が。そんなことなる？え、何で切ったの？なんかそこはさ、包丁で？そこはしっかりやってよ、設定を。いや、それ変わってくるさ。うん。まあ、まあでも、うん、まあまあ、それにチーズかければな。そうですね。切ったもの、細かく切ったの変わらんわな。うん。でそれチーズ今溶けんの間違いけど、これが春日さんがその要するに世界一美味しいと思ってるはずのもんだよね。まあまあうまいだろうね。で桃単体、桃より上って言ってたからね、うん、桃とチーズ単体同士で食べるよりはより上って言ってたからね。上だと思う。世界一の桃のあったかいチーズかけたものがってことだよ。まあまあそうだね、うん、ちょっとそれまあ実際ちょっとやってみないとというのがあってね。だから、それでね、別のテレビのね、スタッフさんにね、うんうん、あれ、いろいろ案出してくれてね、ははゼリーはどうすかって話になって、ゼリーとチーズはきついっすよねって話になって。あー、なるへそ。ゼリーとチーズだったら別々の方がいいよね。うん、いやー、試したことないけど、いける気はするけどね。え、ゼリー単体より上？うん、上じゃないかな。あ、うん、ゼリーもチーズ、まあ、ゼリーも好きだから。はい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 。おう、うん。まあちょっとじゃあゼリーもあるし、うん、あとかき氷も言ってたよね。かき氷にラクレットチーズかけたら、はいはいはい、それもかき氷で食べるより上。だから海の家でかき氷のチーズがけって書いてあったら頼むってことだよ、ね。頼む、絶対頼む、それは。いちご、メロン。レモン、かき氷のチーズがけ、かき氷のチーズがけだね。はいはいはい。チーズって書いてあったら。はいはいはい。いやー、あとスポーツドリンクね。はいはいはい。スポーツドリンクのチーズがけがあったら、スポーツドリンクで飲むより美味しいって言ってたからね、先週。はいはいはい、言ってた。言った。うん、それは覚えてた。そのね、4種類がね、4パターンが今用意してて、うん、ちょっとやってみると、ほら。これなんか、本当なんか、うん、先週よりさ、ちょっとビビってない、うん、実際目の前にヒーターでチーズ溶かし始めて。先週、もっと強く、そら世界一。いや、ビビっちゃないよ、全然。なんか、まあまあまあとかも言わなかったもん。はい、先週は。いや、ビビっちゃないよ。あ、そう。うん。いやいや、ワクワク。試したことなんか一個もね。ああ。うん。ワクワクはしてますよ。うん。
うん、それで何チーズはできた？もうちょい、まあいけなくないですけど、どうします？いやいや、ベストな状態でいきたいじゃん。かなり溶かしてるのが好きなんだよね。そう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 。あ、じゃあもうちょい待った方がいいです。そうね。その状況じゃないとさ。いや、なんか桃の切り方もそうだけどさ、ヒーター自体温めとくとかしとけや。で、ヒーターはそのゼロから温めるなよ。保温ぐらいでなんかさ、保っといてほしいわ。敵は悪いな。敵は悪いな、ほんとに。あんま見たこと聞いたことない生放送ですよ。テレビ業界来るなよ、絶対、ヒロシ。ラジオ業界にいろよ。テレビはもう大変なの、そんな、ヒルナンデスでもしロケ行って、用意してなかったら。ほんとよ、ロケもそうだし、スタジオでさ、この後、何々取得してもらいますって言って手元にないとかないから。ほんと動くからね、みんな。ものすごいいいタイミングで。テレビの世界来んなよ、絶対、ヒロシ。このラジオを聞いたテレビマンが、あの作家さんいいなと思って呼ばれても行くなよ。うんうん、断れよ、自分から。YouTube はいいぞ、なんか これも一つのエンタメになるから、ね、温めてないもん。でも、テレビはならないから。あと、広志的にあと何分ぐらいでできるのそれ。いや、もういけてますかね。もうチーズ大丈夫です。もう大丈夫。で、それさ、春日にさ、言い訳としてさ、桃の切り方がって言わしたくないから、うん、個体じみたやつチョイスして、はい、チーズかけて。そう、私もなんかさ、うん、ちゃんと判定したい。その皿、新しい皿に乗せて。あ、わかります。うん。これそうそう、そういう状態、そうそう、それでいいわ、うん。それでチーズかけて、今、桃にチーズかけて。はいはいはい。ああ、溶けてるね。ドローってなる？はいはいはい、あ、なるね。なるなる。ああ、いいよ。ああ、いいよ、いいよ、いいよ。そう。ああ、いい。そうそう、そのぐらい、そう。あ、これは完全に桃チーズだ。これはいいね。これちょっと食べてみて。これちょっと早く。あったかい方がいいんだもんね。あったかもう、うん、あったかあったかあったかい。じゃあいただきますよ。うん。桃チーズ。初なんだよね。初。好きなもののワンツー。撮るの、うん、撮るの、はい、ヒロシ。いいよ、そんな写真なんて。うん、早く。うん。え？来んなよ。何？うん。で、ほんと、正直言ってよ。めちゃくちゃうまいめちゃくちゃうまいいや、違う、食べてもらいたい、誰か食べてもらいたい。ちょっと俺食べるわ。めちゃくちゃうまい。甘じょっぱい。なんだ、めちゃくちゃうまいぞ。うん。うまっ。いやー。全然単体同士よりも上だわ。え、じゃあ桃だけで、じゃあ家帰ってからもやりそう、今後。あ、チーズあったらやるね。チーズあったらやる。うん、やる、やりたい。いただきます。うんどうよ。うん。何ね、どうなのよ。いやー、うん、なんだろうな、うん、いや、まずくはない。うん、うん。でも、やんなくていい。あ、そう。うん、うん、桃の香りを、うん、チーズが消してる。鼻に抜けてこない、チーズでせき止められて、鼻孔を、鼻の奥が。なるへそ。うん。うん、全然、どっちかにした方がいいね。いや、全然なんかいい番組にならないと思う。うん、まとまりがない。面白い人二人連れてくりゃいいってもんじゃねえんだぞって思った。なるへそ。うん。おまあでも、春日の中では、普通に桃食べるより上になったの。上だね。じゃあ次なんだ？うん。もうなんか、めんどくさいな。かき氷か。ああ、かき氷時間かかんのそれ。いや、すぐできます。できる？はいはい、うん。削るところから。なんか電動で。うん。はいはい。全然、ちょっと、お水ください。お茶ください。あ、あった、お水。全然美味しくなかったな、今思えば。あ、そう。うん。好きだったかな、春日は。
桃の風味が楽しめないから、だからそう、そう考え、手際悪いな、お前テレビの世界来るなよ絶対。いや一個も入ってないじゃんかき氷機に、もうバラ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 机の固まっちゃって、でかい塊になっちゃった、せっかくのロックアイス。これやっぱり、うん、やっぱりちゃんと怒鳴ったりした方がいいんじゃないかな、そのチームってどうなんだろう。これも楽しいけどね、ヒロシのマイペースを見れるのも楽しいけど、ヒロシ今楽しい、どう。いやちょっと焦ってます。あ、ちょっと焦ってる、はい、うん。あるじゃん、あるじゃん、袋アイス。あ、うんうん、あ、袋アイスあるんだ、そいで。どうなってんの、その袋アイスあるっていうのは。うん。カップアイスだとやっぱ一個のでっかい塊になっちゃってるからさ。うんうん。その袋のアイスのさ、開けるのに、そのパッキン開けるのに苦戦するとかやめて、本当に。入ってねえじゃないか、お前。外すなよ、一氷目を。二氷目も外すなって。珍しいぞ、ダンクシュート外してる感じだけど。その距離で通り外したら。そうだね。これやっぱり、怒鳴ったりした方がいいんじゃないかな。どうなんだろう、社会って。一回ね。それはそれ、これはこれ。でもな、怒鳴らないチームの方が強いって言うしな。やっぱそうじゃないんだな。まあ、ヒロシ、ゆっくりでいいよ。焦る必要はない。うるせえな、てめえ。チーズは同時進行でやってくれてるの？ありがとう。はい、大丈夫です。ありがとう。の自分のペースでいいからね。あの、放送時間とか気にせずね。いやいや、そんな焦んなくていいから。楽しんで仕事するのが一番だから。うん。なんか、言い方きついなとかあったらさ、ワンオンワンで言ってね。ワンオンワンのミーティングの場を設けるから、言い方強い人いたなと思ったら言いなさい。ね。うん。はい、大丈夫ね、今のところ。ゆっくりでいいよ。はい、できます、できます。うん。はい、ありがとうございます。エンジョイワークにしていこうね。じゃあ食べますよ。知らねえよ。なんでそこ怒るんだよ。優しくしてくれよ、かき氷、メロン味。メロン味のシロップがかかっております。はい、その上に、とろけた、チーズが、乗っかって、こういう状態だよね。ね、うん。で、いただきますよ。うん。うん。うん。ちょっと待って。今、もうかき氷だけ食べてるじゃん。お前、メロンのかき氷食べてるよ、今。よし、これ、展開的にさ、カスが食べたら、俺も食べるっていう風に進行してくから、はい、やっぱり、そうじゃないと、ほら、みんながどっち寄りで、もうチーズめっちゃ好きな人が食べてるからさ、うん、普通の人もいなきゃいけないから。うん、でも、ゆっくりでいいんだよ。働きやすい職場にして、何時に出社してもいいからな。うん、私服でいいよ、会社来るのはね。どう、春日、メロンかき氷チーズがけ。あのね、氷とチーズのバランスがね、うん、一口目悪かったからあれだけど、うんうん、うまいね。え、今の許していいのかな。うまい、うまい。氷とチーズのバランスがっていうのはチーズが少ない方が良かったってこと。だ、かき氷あんまり入ってなかった。じゃあ、うん、メロンかき氷とメロンチーズかき氷があったら、メロンチーズかき氷オーダーするね、海の家で。するね、するするする。うん、するよ、するする。うん。じゃあ、するよ、するするじゃないのよ。やるよ、やるやるの言い方で。するよ、するするじゃあ、しないじゃん。する、する。するよ。食べます。うん。いい加減にしろよ。
いやいや、うまい、うまいでしょ、うん、うまいよ。あの、チーズが、氷に冷やされて、めっちゃすぐ固まってんだよ。うんうん、食感はね、食感はそんな感じだけど。うん。なんかね、なんかね、本当にね、うん。うん、うん、うん。なんか、テレビ画面で、2画面で割って、うん、なんか、なんか見てる感じかな、チーズとかき氷を。あ、別番組よってこと？そう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 。なんかショーシャンクの空にとアルマゲドンが画面で割って同時に見てる感じ。ああ、しかもジャンルも全然違う映画だ。うん。あ、そうかね。いや、これでも春日さん絶対絶対やらないでしょ、家で。家でやらなかったらもうダメなんだからね。うん、だって、うん、もう絶対当たり前のように目玉焼きに醤油、ソースかけるようにチーズかけなきゃいけないんで、こっちの方が美味しいんだから。はいはいはい。そこまでじゃないよね。ま、あったらやるよ。チーズが？うん。あったらね。両方あったら。ちょっと待って、じゃあ、うんうん、そんなチーズ好きなのに、うん、なんでそんな家にチーズが常備してないわけ？それだから、その毎回毎回常にチーズってわけじゃないから。じゃあそんなチーズ好きじゃないじゃん。でもチーズは好きよ。でチーズじゃあなんで用意しないの。いや、でもほら、好きなものそれぞれあると思うけどね、うん、皆さん、うんうん、必ずそればっか食べてるわけじゃないでしょ。そればっか食べてるわけじゃないけど、うん、チーズがあったらやるって言ってんだから、それは常備してなきゃおかしいじゃん、うん、そんぐらいチーズが好きなんだから。まあ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 ね、うん、うん、言ってることおかしいのよ。たまーにあるけどね、チーズね。家にね。いや、絶対そ、うん、絶対頼まないだろ、このチーズかき氷は。うん、あ、でもね、桃の方がまだマシだった。うん。うん。うん。いやし、あと、だから、スポーツドリンクだ。スポーツドリンク、うん。スポーツドリンクでもいいよ。はいはいはい。スポーツドリンクとチーズは絵面がもうすごいっすね。流し込まれてるね。いいね。すぐ飲んだ方がいいよね。飲む。もうスープみたいに飲んだ方がいいのかな。すぐ飲んだ方がいい。コーンスープみたいになってる、色が。うわー。で、飲んだ方がいいんじゃない？飲んだ方がいいか。スープじゃなくて、うん。うん。じゃあいただきますね。うん。でもね、入ってこないと思うんだよな、チーズが。こうしながら。いただきますよ。ちょっと待って。はい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 。どうどう、まずいね。これは、先週言ってたよね。先週言ってたよね。音源ある？先週言ってたの。嘘だろ。俺もちょっと飲みますね。だからスポーツドリンクって送ってくれた人すごいよな。うわぁ。あ、もう地獄だな。うん。あー、なんかすごいぞ、これは。いやー、これはすごい。うん。なんか、味わったことないわ。なんて言えばいいかもわかんない。わからん。あー、臭いね。あんまりそういう言葉使っちゃいけないけど。うん、でも飲み干そう。な、え、うん。まあそうだね、うん。もったいないからね。いや、うん、桃とチーズの頃が良かったわ。あの頃は良かったわ。ああ、そう、こんな。これも完全に笠原さん、スポーツドリンクと、スポーツドリンク、うん、ラクレットチーズ入りがあったら、スポーツドリンク買うね。うわぁ。まあ、スポーツドリンクだな、これは。そう、じゃあ、さすがに。じゃあ、撤回ってことだよね、先週の発言。まあだから、スポーツドリンク、うん、ラクレットチーズがけ入り、うんうん、うん。以外はいけるってことだね。以外はなんて話してない。今、スポーツドリンク話してるから。
で先週スポーツドリンクで絶対そっちの方がいいって言ってたんだから、うん、それはうん、うん、本当に、うん、正式に謝罪したい、ね、スポーツドリンクチーズはちょっとないかな、想像力が及ばなかったわ、うん、ちょっとかなり来るね、うん、これうまいって言ったらちょっと やばいねやばいやばいやばい、さすがに、いやさすがに食レポの話が来なくなるもうこれまあこれでもね、うん、責任持って全部平らげましょうね。もちろんもちろん、これはね。ここまでやったんだから。いやー。いやー、先週もね、オープニングやりながらね、うん、もう腹わたラクレットチーズだったの。うまそうだ。腹わたラクレットチーズだったの。うん。っていうのがね、うん、いやもう、スポーツドリンクはごめんなさい。いや、どっかでごめんなさいっつったら、テイクレいけんだろ、こらって、腹渡、ラクレットチーズだったの。お前がなんか、うん、チーズ入りだな。いや、違う違う違う。もう、そうじゃなくて、もう、テイクレ行きたいのよ。お前ら、その、何がかっこいいと思ってんのと思って。でそういうこと、ね、落ちねえだろうかと思って、腹わたラクレットチーズだったのよ。でようやく言ってくれたから、もうよかった、本当に。昔なんか俺がすっごい古舘伊知郎さんのエッセイで好きな話で、うん、新しくついた新卒、うん、昔の話よ。うん、何十、二十年前の話だと思うけど、が新人、大卒の、あの、うんマネージャーで、もう俺と岡田みたいなやりとりで、はいはい、そのままマネージャーが160キロ投げれるって言ったの、うん、野球で。ほうほう投げれるわけないだろって話に楽屋でずっとなってたっていうエッセイで、うん、古舘さんがスピードガンを買ってね。買って。そう。で、グランドも借りて、球速測ったの。あ、実際に。そうそうそう。ただなんか100キロいかなかったとか、そんな、話のエッセイがすごい俺、なんか高校かなんか中学かなんかで読んで好きだったの。うん、その気分。実際に用意して。先週の音源、まあ、ちょっと難しいか。難しいよね。あ、ある？あ、先週自分で聞いてみて、おいしそう。そんな言ってたの？うん。まあ、チーズ一回試し、両方あったらね。え、走った後だよ。走った後か。どっち飲む？スポーツドリンクの方かな。あ、言ってんだ。言ってる。でしょ？じゃあいいね。うなぎとスポーツドリンク。ね。いいでしょ？でも両方試してみて、その後。飲まないってことはないと思うのよ。うん。二つあって、うんうん。スポーツドリンクのね、やっぱ喉乾いてるから、うん、思わずこう行っちゃって、お、もう、その、ラクレットチーズ入りスポーツドリンクの方も行ってみて、次にね。うん。したら、あ、これでうまいじゃん。いや、こっちの方がうまいな。うん。とはなると思うんだよね。なんだこいつ。それは腹渡らなくれてすぐなるわ、若林さん。なんか煮え切らねえし。一回スポーツドリンクの方って言ってるし、こいつ。言ってたね。一回言ってない引き返してきて。言ってたから、だからなんかはっきりさすさ、スポーツドリンクが、すいません。で、もうテイクでいけんじゃん。って思ってたの、ずっと。うん、なんか、だら真面目なんだろうね。うん、ラクレットチーズ、スポーツドリンク、ラクレットチーズの方で押し通すってわけでもなく。余計腹立つね、聞いたら。なんか、ふらふらして。なんかあ、これは申し訳ないね。でもさ、もしかしたらさ、うん、それが、リトルトゥースは楽しいのかな、うん、でもさ、うん、真面目なんでしょ、はいはい、まあ。だからなんか、その考えはないでしょ、うん、もう、次あたり、あの、白旗あげたら落ちるなって。うん、ああ、その流れ的に、うん。うん。それはないかもね。何してきたの今ラジオ、よく続いた。でも全員思ってるの、もうちょっとごめんって。何の負けず嫌いだよっていう。なるほどね。うん、そう言ってれば、ね。だら、面白いね。いや、両方あったら、とりあえず行くね。行った上で、なんか、ラクレットチーズの方が美味しいって言うかな。はっきりしない男だね。
いや、ラジオだからよかったよな、まだな。いや、そうだね。テレビであんなダラダラで、うん、たまにテレビでも最近あるよな。ダラダラ喋ってる時。気をつけなきゃいけないわ、ちょっとこれは。気をつけてくださいね、本当にね。ということで、ようやく実際ね、飲んでみて分かりました。うん、日霊プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい、日霊、井出光興産、日本触媒、楽天カード、種の滝、AK レーシング、JA 全農、日本 FP 協会、昭和産業、AU 自分銀行、オリエンタル公募工業、長州産業、ヤクルト、ピスト6、ネットフリックス、三井住友海上、ベラジョン無料版、古川機械金属。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。オードリーのオールナイトニッポンではラジオを聞いているあなたからのメールをお待ちしております。宛先は kw@allnightnippon.com です。メールはラジオの醍醐味。ツイッターでのつぶやきもお待ちしています。ハッシュタグは ANNKW です。ツイッターってラジオだ。放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。聞こうぜ。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日に学べ。この間ね、それダメ、うん、収録後に、うん、小籔さんと、うん、ご飯行ったんですよ。小籔さんに誘っていただいて、へへへ、お店も取っていただいて、うん、でメールでやり取りしてて、うん、のぶさんと見取り図の森山くん、うんうん、もう来るでなんて、それで若林くんの方はどうっていう、うん、あ、じゃあそうかと思って、うん、なんつんだろう、なんかこう小籔さん、のぶさん、森山くんとなる、うん、なんかちょっとやっぱまず、うん、その実力者揃いに圧倒されるよね。まあそうだね、確かにちょっと構えるね。そうそう、でこっちもなんか、うん、あんまり、小籔さん、ノブさん、森山くんと絡まない東京勢、K ダッシュステージで、誰かいないかなーって思ったけど、いないね。いないでしょ。いや、なんか、そのご飯食べたことで、なんかこう、一つ、はいはい、こう、テレビの収録とかにも、なんかいい雰囲気を、はいはいはい、醸し出せるようになる、うん、K ダッシュステージ誰かいないかなって言ったら、いないね。ないよ、そら。当たり前だよ。いないよ、そら。当たり前。いやー、なんか、いや、はいはい、岩崎さんじゃないよ。ないよな。じゃないよ、絶対違うよ。岩崎さん違う。絶対違うよ、そんな。思い浮かぶのがもう、変だよ。ドキドキキャンプ騎士は。いやいや、考えられないでしょ。そのメンバー違う？うん。ハイハイの上田さんは、いやいやいや、笑わせんじゃないよ。お前、さ、まあ、音的にでも思うけど、春日さん、うん、K ダッシュステージの一つなんて強いよね。え、いや、強く出てるわけです。単純に。ハマカーンのカンちゃんはいいでしょ、うん、いや、カンちゃんの方じゃないだろ、ハマカーンだったら。浜谷だったらまだね。うん。うん。まだこうさ、そうかそうかそうか、組み合えるというか、はいはいはい、うん、ガシッといける感じはね。でも、しないでもないけど。でも、うん、やっぱりトム・ブラウンがいると思うんだろう。なるへそ。なんかこう、後輩だし、はい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 、ちょっとなんかほら、布川。うん。なんかしっくりこない？ああ、まあ、そうだね。うん、そうそう、面識もあるだろうしね。そうそうそう。で、布川誘ったのね。したら布川がたまたまその日、うん、10時過ぎまで仕事ですっ
って言うから、うんうん、あ、これ、飯食い始めてだいぶ経って、もしかしたら帰るかもって時間になってるかもしれないから、うんうん、まあ、そっから来てもらうのもなと思って、じゃあまた今度にしようか、みたいな、すいません、みたいな感じで、行きたかったです、みたいな感じだったのよ。うん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 、それで、まあ、ノブさんとはね、何度か食事させてもらってるから、はいはいはいね、ナイツのね、土屋くんがいじられたいって言って、あれもう3、4年ぐらい前か、あれもう、っていう、言ってた時とかあって、そうそう、だご飯も食べたことあったから、うん、ノブさんで、森山くんはあちこち踊りでね、うん、一緒になってる、ね、うん。それで、うん、それための収録が終わって、うん、メイク室でメイクを落としてて、小籔さんと。うん、若林さん、この後どうするつって、うん、すぐ直で行くつって言って、うん、それでもどっかで時間潰すつって、うん、あ、なんか、あ、僕、この後ないんで、うん、直で行かしていただこうかなと思ってるんですけど、はい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 、あ、じゃあ直行こうか。みたいな感じになって、はいはい、濱家とは飯食うの初めてって聞かれて、え、うん、えっと思って、うん、あ、濱家くんも来るんだと思って、で、なんかそれでさ、うん、あ、それはちょっと、知らなくて、はい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 、いろんな人にメール送ったら、うん、濱家も来れるか、みんなたまたま来れて、なんか楽しくなりそうで、うん、よかったわって小籔さん言ってくださって、小籔さんが全部やってくださって、うん、すごい、小籔さん、ノブさん、森山くん、濱家くんってさ、うん、もう俺たちからしたらさ、でも、すごいよな。うん、なんだろう、アベンジャーズ感。いや、そうね。うん、実力者感。なんか西からこう、襲来してきたみたいなさ。ゴゴゴゴゴ。でもなんかこう、うん、あちこち踊りで楽しく喋っとる。はいはいはい。喋っといたことがあったから、うんうん、安心もあるし、ただなんかこう、うん、なんだろう、やっぱ中英はどう？他事務所だけど、中英じゃん。中英だったらちょっと。うん。うん。まあ、でもちょっと、能力的にね。うん、不安が残るよね。よし、大丈夫だとは思えないじゃない。うん、いや、お前すごいよな、これ。いやいや、でも、相当なメンバーを揃えないと、連れていかないと、やっぱちょっとね、そうだよな。ガチッとこう組み合うとこまでは。でも俺やっぱ、他事務所で東京でっつって、そういう場に一緒に連れていくっていう中と、うん、やっぱ中英が一番仲いいのかな、俺。プライベートでもお茶したことあるとかで。まあ誘いやすいとか。誘いやすいとか考えると、うん、はいはいはい、からちょっと思ったんだけど、うん、やっぱ岩崎さんじゃダメ。うん、いやいや、岩崎さんって思うのがもう変なの。まあ、トム・ブラウンだよな。まあ、トム・ブラウンだったらね。そう考えると、ほんとよかったな、トム・ブラウンって。もう、テレビ出てて。うんうん。で、うん、出てんのよく見るじゃん。そうね。出てる人になったじゃない。はいはい、はい。うん、嬉しいよね。うん。そうそうそう。いや、そうです。そこは違和感ないよね。で、うん、お店に行って、うん、席着いたら、はいはい。だから、小籔さん、ノブさん、森山くん、濱家くん、うん、俺、うん、で、5人でしょ、うん、で、6皿並んでて、6、うん、なんかお箸が6個あったのよ。うん、テーブルに。うん、あれあ、じゃもう一人いらっしゃるんだと思って。ほう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 。おーっと思って、ね、なんか、うん、なんつうんだろうな、いろんな聞いてみたいこともあったし、うん、初めて飯食うから、うん、森山くんと濱家くんとか、うん、あともう一人誰なんだろうと、一人なの、その部屋に。まず、先についてるから。はい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 。うん。したら、誰だ、笑い飯の西田さん。かとか、クッキーさん、うん、クッキーさんとか、まあね、でもう一人いらっしゃることは確か、一緒に小山さんと、なわけよ。なるへそ。うん。で、先にノブさんついて、はいはい。で、あ、おこがし君は、うん、なんか、今日時間あってよかったね、みたいな、うん、若ちゃんどうみたいな感じで、はいはいはい、で、小山さんは来て、はいはい、合流して、うん、で、まあ、もうすぐ話し始めて、うん、それで、まあ飲み始めて、うん、で、それで森山くん来て、うんうん、はい、で、濱家くん来て、はいはい、すごくない？なんかその、ね、うん、うん。で、いろんな話聞けんな、今日は。たでたも楽しいな、とすでに思って、うん、あと一人誰なんだろうなと思って、来ないんだ。思ったら、で、ガラガラって、うん、部屋のさ、扉開いたらさ、うん、びっくりしたよ。え？誰よ？
エルフの荒川ちゃんだったんだよね。そうだろ。そのメンバーで。おー、なんの、そうそうそう、なんか、笑い飯さんとか、野生爆弾さんとか、はいはいはい。いや、フットボールアワーの後藤さんとかありえんのかなとか、頭の中ぐるぐるだったけど、うん、なんか、うん、あともう一人誰来るんですかって聞くのも、なんかちょっと違うと思いながら、楽しく喋ってたら、ガラガラ、もう、金髪のギャル。エルフの荒川ちゃん。エルフの荒川ちゃんだと思った。俺、しくじり先生で絡んだことあって。あ、そう。そうそう、それがあって、ええことだけど、したすごい。したらもう、いきなり小山さんが、ハッシュタグっつって、そしたら荒川ちゃんも、ハッシュタグって、仲いい。ギャグが、ハッシュタグ、指と指をこう重ねる、ハッシュタグ、ハッシュタグすごい、ああ、そこ、そうなんだ。可愛がってもらってんだね。そうそうそう。で、おはようございます、みたいな荒川ちゃんが、こう、みんな朝に先輩に、挨拶するみたいな、流れになってさ、で、話してて、そうそう。で、まあ話は、まあ、いろんな話にもちろんなるんだけど、なんか結構こう、まず、なんだろうな、ノブさんが、最近ラジオにハマってるっていう。聞くのに？うん。へぇー。ノブさん、ラジオにハマってるんだって。お、そう。そうそうそう。なんか聞かない。で、なんか、なんか結構、なんか、なんか、東京の芸人さんって、テレビ出ることとラジオを大事にしてるっていう感覚あるやん、みたいな、ノブさんが言ってて。なんか、俺結構そんなあんま、なんか、あんまりなんかこう、テレビで話せるから、その大事にしてる感がすごい東京の芸人さんが強いっていうことに気づいて、ラジオ好きになって、もういろんなの今聞いてるんだって。あ、そうなんだ。そう、そしたら、でも、若ちゃんもう何年だっけつって、いや、13年ですかね、うん、13年あれ、もうトークでしてんねやろって、もうあれ、すごいなって、まあ、そういうなんかサービス精神もね、ノブさんあるから、話してくださって、で、なんかもうみんなにすごいよな、みたいな話して、もうそのメンバーのが、俺たちからしたらさ、なんだろう、漫才というか、板の上の猛者感すごいのよ。まあ、実力者揃いだよね。エルフの荒川ちゃん含め。まあまあまあ、そうだった。そうだね。そうそう。そこにいるってことはそうだ、ね。なんか申し訳ないじゃん、俺たちのラジオ。したらなんか、いや、これほんとラジオも、誰聞いてるかわかんないと思って、カズヤさんにちゃんとやんなきゃダメよ。何どういうこと？若ちゃん、やっぱり13年喋ると、あんな感じになるん？つって、ノブさんが。で、なんすかさ、いや、なんか、聞いてて、この間、なんか、何週か前さ、始まった途端、若ちゃんがさ、カスちゃんにさ、カサ君にさ、なんか、お前なんか、俺の知らない話ね、お前、キュンキュンさせてみろって始まったやん。なんかあったね。なんか恋愛の話で、春日の今まで中学から一緒だから、俺が知らない話で、キュンキュンさせてみろって、今週こんなことがあってんっていう話とかの、でかパチッと落ちる話じゃなくなってくるん、あれ13年。いや、ノブさん、全然そんな深い話じゃないです。ごめんなさい。本当に話すことなかっただけなんです。いや、あれはね、なんか、聞いたことない入りやで。評価していただいて。若ちゃんがキュンキュンさせてみろやって言ってて、なんかそんなんなるんや、13年やって。いやいや、ノブさんもう、ほんとすんません。恥ずかしいっすって言って。それも何にも話すことなくて。したら、なんか話すやん、それで40分ぐらい。つって。いや、だから、恥ずかしい、今日だってもう、かき氷にチーズ乗してみろ。ゆっくり作っていいからね。ヒロシもあんなの誰聞いてるかわかんないな、ほんと。ほんとだね。想像しなきゃダメだね。想像しなきゃ。この場で、この範囲だけでやってるからさ。この範囲だけでやってるの。見える範囲で。この狭い見える。そうそうそう。だから、聞いてますって言っていただいても、やっぱこの範囲になっちゃうもんね。いやー、そうなんだよ。なんか不思議ね。ラジオって。テレビだとね、一応、もうちょっと広くさ。いや、テレビだとなんか、いろいろ頭の中気をつけて、てるよな。なんだ。もうファミレスになっちゃうよ、所沢の。やってたらさ、キュンキュンさしてみろっつって、新とこのバーミヤンで。
谷口の数が。俺をキュンキュンさしてみろって、キュンキュンとか言ったりして。キュンじゃねえわとか言ってドリンクバー行くみたいになっちゃうから。気をつけなきゃと思って、ノブさんの話聞いて。いやー、そうだね、確かに。そうそうそう。で、で、ノブさんに、うんうん、あの、芸人さんのもちろん面白いけど、こう、うんうん、この子の、あの、アイドルの、うん、この子のも面白いんですよ、とか、ね、うんうん、そう、じゃノブさん、うん、ほんとラジオ好きなんですよ。うん、なんか、あの、スマホにメモ取ってた、うん、俺が面白いって言ってる。そう、聞くように。そうそうそう、とかいう話したりさ、あと、パチンコをみんな、うん、やってた時期があったり、今もたまにやるのか。で、俺最近ほら、パチンコ、うん。はいはいはい、やるもんね。ばっかり行ってるからさ、はいはいはい、うん。あ、パチンコって行かないでしょ？私はそうね。パチンコってさ、うん、あれね、なんかなんかこう、あれ何なんだろう、うん。リーチかかって演出でさ、うん、ボタン、でかいボタンみたいなのが目の前で、うん、ボタンを押せみたいになって、こう、1987654321みたいになって、連打とか出てたら当たんのかなってバーって連打して当たらないみたいなのがあって、ある、はい、あれってやっぱりどのぐらい連打したらいいんすかって、はいはいの岩崎に、うん、電話して聞いた。うん、それ岩崎さん聞いた方がいい。聞いたのよ、ね。これ、席の話とは別でね。はいはいはい、したら、うん、なんか、いや、あれ押さなくていいんだよ、つって。え？で逆に、ボタンを必死で押してる人が、初心者のおばあちゃん、おじちゃんとか、おじいさん、久しぶりにパチンコ来た、おじいさん、おばあさんが、新しい台についていけないあるあるみたいに、TikTok でパチンコ芸人たちがのもうベタ中のベタみたいなあるあるなんて、ボタン必死で、俺めっちゃボタン必死で押してましたとか言ったら、うん、そのメンバーに、うん、可愛らしいなーって言われて。でもみんなそれぞれお金ない頃から、この2000円で出さなかったら今月終わるやっていう時からやってたから、あ、押す人いないっつって。あ、そうなの？押す人いないけど、でも、さすがに当たってっていう時来たら、押してまうよな、みたいな話をこうしてくれたりして、そういうの話で盛り上がってる。で、まあ、あとちょっとこの話は、あんまり、うん、あれ、関係ない話かもしれないけど、やっぱりさ、うん、東京の K ダッシュステージの飲み会だな。東京の飲み会っていうか、うん、やっぱない、やっぱちゃんとしてるよね。何がですか？ドリームマッチの打ち上げとかでも春日さん思うかもしれないけどさ、はいはい、先輩のさ、グラスがさ、飲み物が減ってきたらさ、うん、必ず後輩の人気づいてさ、次何しますって聞くよな、あれ。そうね。あれやっぱしっかりしてるよ、うん、マナーが。我々のね、後輩の。そうそう。うん。あった尾形くんと、暴れるくんと飲んで、春日さんのグラスが減ってて、うん、春日さん次何飲みますかって。なかったな。あれはなかったかもな。いやさ、それがやっぱなんか、うん、しっかり、こう、なんつうんだろう、はいはい、マナーというか、うんうんうん、所作か。うん。だから、しっかりして、それで。でかい事務所はそうなんだろうね。そう、上下関係、先輩、後輩が。あって、それがやっぱ社会に出てさ、うん、はいはい、そういうのが欲しい人もいれば、うん、いらないっていう人もいるから、うんうんうん、知ってて損することじゃないじゃない？まあそうね、合わせればいいからね。うん、で俺なんか別に全然自分で頼んじゃう、ね、うんうんうん、避けてきた人間だから、うん、あれだけど、やっぱ気づくのよ、それを。うんうんうん、荒川ちゃんとか、うんうん、濱家くん、森山くんが。はいはいはい。荒川さん、そう、次どうします？そう、でも、うん、で、いいんだけど、多分、今度ちょっと、ノブさんに会ったら聞いてみよう。なんかその場では聞かなかったんだけど、うんうんうん、森山くんと濱家くんと荒川ちゃんと、あと店員さんもなんだけど、うん、そんなにっていうぐらい、こう、うん、グラスを交換するときに、そんなに、うん、割れたりはしてないけど、うん、そんなにっていうぐらいグラス倒してたんだよね。店員さんも？店員さんも。もう、一人三回ずつぐらいガシャー、すいません、なんでって自分で拭きますわ。これがもう一人、マジで、12、3回あったの。俺、これマジで、なんかカメラ入ってて、若林ツッコミ選手権みたいなやつなんじゃないかって思って、いや、倒しすぎた、これ待ちなんじゃない。なんか、ちょっと倒し多いっすねっていう感じのなんかレースみたいなやつなんじゃないのって思うぐらい倒して、みんな触れないのよ、倒してること。いや、たださ、でもさ、でもこれ、なんだろう、ね、今度ノブさんに、ね、それにしてもみんなグラス倒してましたよねって聞かなきゃって思ってる。
ああ、それが当たり前かもしれないですね。でもなんか グラス倒しすぎでしょ、うん、さっきからっていう空気でもなく、なんかゆったりみんなで楽しいねっていう話をして、うんはいはいはい、なんかピリピリも全然してないの。はいはいはい、みんながこう好きな話して。うん、まあ普通に会話というか。そうそうそう。うん、でもやっぱり、K' ステージにないし、うん、俺も、やっぱりこういうところで揉まれたら、実力者になるだろうなと思ったのは、なんかこう、いろんな人褒めるんだよ。で、褒めるときに、なんか視点が、なんかやっぱ、なんか鋭いし、鋭いんだよね。みんな褒める。はいはいはい。で、なんか、ノブさんと4年ぐらい前、5年ぐらい前かな、あれ、何年 ?2000 何年の、飲んだときに、だから川島さんがさ、ラビットとか始まる全然前に、ノブさんが、川島さんはすごいよ、つって。川島さんが、もう MC 旋風になるよ、これは。って。もうはっきり言って、そうなったから、なんかやっぱそう、なんかそういうのってほら、ライブとか一緒に出るから。なるほど。なんか気づくんだって。で、みんな一斉に、なんかを見た、なんか現象を見て、誰が一番早く、例えるかとかがあるから、けだしてるんじゃないわな。まあ、そうだ、ないわな。そういうのは。で、そういうのもなんか文化的にもなんかないじゃん。ない、ね。花の飲み会で。飲み会でこそないよね。ライブだってないんだから。ライブない。なんか、アプリのゲームで何が面白いの話ばっかりしたでしょ。ネタライブの後の飲み会で。それだけじゃないだろうけどね。代表的なのはそんなような話だよね。あとね、逆に、なんか、飲み会でボケツッコミ合戦みたいなことをやってる、やってないんだよ。多分。きっと。本当は。それをなんか、イメージして東京の芸人ってやってない、なんか。芸人の飲み会ってこうなんじゃないかなって。はい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 、はい。で、それももう十何年前の俺たちがね、若い時の、20代の時の飲み会かもしれないけど。その芸人の飲み会はこうあるべきなんじゃないかってイメージでやるけど、やってないんだよ、多分それは。大喜利出し合ってるとか。はい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 、はい。いや、なんか見よう見真似というか、想像を、使用口と、そこでなんか結構やってなくて、川島さんすごいなーみたいな話で、で、川島さんってこうこうこうで、こういう時で、で、こういう時にこういうこと例えしてですわ、昔からすごかったみたいな、それぞれがこう、みんなが川島さんのすごいところを言って、で、その、一通り話したら、小籔さんが荒川ちゃんに、荒川ちゃん、川島さんはやっぱすごいな、つったらさ、荒川ちゃんが、川島さんマジ神。川島さんしか勝たん、ハッシュタグ。いいね。いいとこ座ってんね。言ってくれた方がいいね。そうそう。絶対に。ハッシュタグがつくのよ。で、あと、春菜ちゃんもすごいな、みたいな、こう、話になって、V 見てて、そこ突っ込むかとか、あそこ見てたんだとか、そこ気づくのの速さが、春菜ちゃんってすごいよな、って話に、こう、みんなで、はいはいはい、やっぱなったりすんのよ。そうそうそう。それで、なんかこう、やっぱ春菜ちゃん、すごいな、って言って、で、話が一通りしたら小籔さんが荒川ちゃんに、荒川ちゃん、やっぱ春菜ちゃんってすごいな、さ、春菜さんしか勝たん、春菜さん面白すぎて草越えて森鴎外ってなるわけ。多いです。ハッシュタグって、ね。ああ、それがある楽しい。で結構こうでノブさんにノブさん川島さんの時代来るって5年ぐらい前におっしゃってたじゃないですか。って今。そういう人いらっしゃいます、うん、って言ったら、ノブさんが、みたいな。いやー、でも、なんか、いや、また川島さんとは違う、面白さだけど、中山浩太なー、つって。中山浩太、すごいね。つったら、みんなもうなずいてるみたいな。そう。感じで、で、ここで浩太は、もう、絶対、体育って、ずーっと若い時から思ってたなぁ、みたいな。だからそれが気づかれて、っていうのもあるんちゃうかなぁ、みたいな。で、小籔さんもこうたんすごいなぁ、みたいな話で。で、それまで荒川ちゃんすごいなぁ、つって、で、もうこうたさんマジ神、ハッシュタグってなるわけよ。で、なんか、こう、あれ、なんだろうな、
春日をみんなで褒め出すくだりになって、うん、あそうありがたいね、うん、俺のすごい嫌な時間になって、うん、でもすごいよ春日のことをみんなが、お嬉しいねそれ、そのメンバーめちゃくちゃ褒めてて、あれまあ滑らない話の後の時もそうなんだよね、あれ、まあまあね、松本さんと大輔さんと、うんうん、その時も小籔さんいらっしゃって、うんうん、春日ってすごいなって、どうもありがたいね、ノブさん春日はもうすごいな、うん、できないことないなあいつな、ええー、そうっていう話時間帯があって、で俺もついつい言っちゃったのは、大阪の吉本の芸人さんって春日のこと好きですよね、うんうん、そしたらなんか、うん、いやなんか、うん、今は分からんけど、うん、なんかその、なんだ、まあ、俺らとか、笑い飯とか、うん、なんかまあ、あと、中川家さんとか、うん、先輩たちの漫才の流れをこう、組むと、うん、やっぱなんか、ああいう、なんか、プロレスラー的な衣装七三の、胸張りのトゥースってやつって、うんうんうん、もう、大阪に、おらんねんっつって。だから、和牛の、水田くんも、言ってたよね。もう憧れなんすよ、つって。プロレスラーの、この沸かせ方が。やっぱ、トゥースっていう、言いたいに、ああいうボケがしたいっていう、みんな一度は春日をやった方がいいっていう、水田くん。熱弁してたじゃない。やっぱいないのか。そうそうそう。そうなんだ。そうそうで。ありがたいね。うん。でもなんか、そのなんか、春日のその褒められ方なんか嫌で、うん、なんか俺、大阪っつってで、うん、で、でも、もうか、で、荒川ちゃんが、春日さんマジ神。あ、うん、言ってくれた。春日さんしかガタハーしたい。あ、う、あ、ん、やっといただいた。で、多分なんか、俺が春日の話で盛り上がっても、なんか、ちょっとこう、うん、あんまり、いい感じじゃないのに、ね、やっぱそれ気づくメンバーだから。うんうん、はいはいはい。気づいたんだろうな。うんうん、ノブさんが、うん、なんかこう、まあ、サービス精神旺盛だから。うんうんうん、若林な、そいでな。おお、うん。あげてくれた。来た来た来たと。うん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 、いいじゃん。そして若林な。そして。うん。ああ、若林な。うん。若林よ。うん、ちょっともう酔ってんのかな、ノブさんも。それ以降続かないのよ。あれ、次から次へじゃなくて。前、うん、前、うん、千鳥さんと、うん、カジさんと、うんうん、佐久間さんと、うん、なんか偶然そのメンバーで飲んだ時も、うん、言われたんだよ。二、うんうん、人に。おう、なんて。若林はもう、うん、名字がええよな。若林やね、つって。若林ってね、うんうん、つって。うんなんでええかっつって、やっぱキャプテン翼やねん。ゴールキーパー若林やろ。で、若林ってできるって、すり込まれてんねんっつって。若林できるってすり込まれてんねんで、つって。で、若林な。ずっと名字のことしか言わない、うん。で、小山さんが、若林さんすごいな。うんでも、途中から、小籔さん、うん、荒川ちゃんのこと、うん、ハッシュタグって呼んでたの。ハッシュタグ、若林さんしか勝たん。うん、若林さん面白すぎて、うん、草越えて森尾が、うん、ハッシュタグって言ういただけたでも俺、褒められたの名字だけだったから、ね、結局。オードリーのオールナイトニッポン日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中オードリーのオールナイトニッポン春日を感じろこの間ね、うん、買い物に行ったんですよ、うんうん、街に、うん、久美さんとことね、うんうんまあ、馬車引いて、うんうん。で、まあなんかこう、見たかったこのスポーツ用品店に行こうと思って、うん、こう、まあ信号待ちしたらその道路の向こう側にあってね、うんうんうん、でかいこのスポーツ用品店が。うんうん、で、信号待ちしてパッと見たら、うん、そのお店を、その入り口の、うんうんうん、もうすぐもう隣、横のところに、うんうん、ホワイトボードが、置いてあったのよ、うんうんうん。会議室とかであるような。ほうほうほう。なんだ
女の子もホワイトボードあんなとこって見てて、うん、でよく見たらそのホワイトボードの向かい側、うん、正面に三脚立てたカメラが置いてあったの、うん、だあなんか撮ってんだなと思って、うん、なんか番組ロケかなんか、うん、おなんか変わってんなと思いながら信号青になったからこう渡ってたんですよ、うん、でなんかうんうん、でそうなんだなと思ってパッとね思い出したというか、うん、D ちゃんからね、うん、前に、ずいぶん前に、うん、なんかホワイトボードを使った番組やるって聞いてて、うん、あれなんか言われてたのあれかな、うん、とか思って近づいてたら、うん、あの、聞いてた内容の、あの、あれだったのよ。うん、ホワイトボードだったの。うん、ほうほうほう、で、それが、うん、あの、ホワイトボード、まあ、置いて、街に置いて、うん、あの、そこにね、なんか上になんかこう、文言というか、誰もいないの、周りに。うんうん、カメラだけがあって、うん、で、こうなんか自分のこの好きなものとか、うん、得意なものとかを、こう人に教えられるようなものある方は、このホワイトボード使って、うん、あの、教えてくださいと。なるほど。授業をしてくださいみたいな。なるほど、なるほど。ああ、これ、そんな、あ、それ D ちゃん聞いたよ。私の、私が出るやつだわ。と思ってさ、うん、だけどなんかそ、なんかね、うん、なんか、絡むというか、やるのも変じゃない、うん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 、変というか、で、クミさんがすごい見に行っちゃっててさ。なんだろう。なんだろうっつって。で、思い出したから、いや、もういい、いいから、いいからっつって言って。なるほど、なるほど。いいよっすね。ない、ないんですって。いや、これ、あの、春日がこれ多分やるやつだから、いいっす。いや、なんかやんなよっつって。よりによって。うん。いや、やんなよっつって、おかしいでしょ。自分が多分、なんかそ見るんだよ、その V のっつって。それをなんか、てめえでこうやってたら変じゃないっつって、うん。いや、いいじゃないっつって。うん、いや、それは、変だよ。なんか、そんなさ、自分が関わりのある番組の、若林さんも言ってたよ、なんか、うん、海の家行ったらさ、うん、ヒルナンデスの頃ね。鶴野さんとね、あの、ミトちゃんのね、あの、卒業、あ、そう。ロケやの。ああ、しかも、そういう結構。来てたからね。ああ、デカめのロケだったんだね。そういう、なんか逃げたとか言ってたじゃない。うん、そうそう。逃げたっていうか、うん、海の家入って下向いてたて、うん。いや、そうだよね、うん。なんかこう、ややこしいことになりそうだとかさ、うんうん、で全く関係なかったら、まあまあまあ、それでもちょっと、避けるか、避けるよね。難しいとこだな。うん。確かにむずいな、それ。むずいじゃんね。スタッフさんもなんか変な感じになるだろうし。そうなんだよな。うん。気使われたりとかしても困るじゃない。で、こっちもなんか何も浮かばないし。はいはいはい。そうでいいやつって。じゃあもう、スタッフさんになんか挨拶だけでもしてけば、みたいな。ね、うん、で、パッと見たらなんか、多分 AD さんかな、何人かが、うん、なんかその離れたところでこうやって下向いてるというかさ、なるほど疲れ果ててこう、多分長い時間待ってる。誰もやらないのかな。うん、だから声かけて、どうですかとかじゃなくても、ただ置いといて来る人を撮るみたいな体のやつ。いやー、なるほどな。だなーって、そこでバーッといて、で、はーってなって、いや、あの、春日ですって言うの、なんかまあ変じゃん。うん、出るからね、その番組に、うん。で、いいよいいよとかって、なんかそこでちょっと、ね、クミさんと、はいはいはい、うん、行った方がいい、いや、いいよ、みたいな、なんかこうね、うん、押し問答があって、はいはい、でも結局、まあ、行かずにね、はいはい、うん、そっとしとこうみたいな感じで、こう、なるほど。スポーツ用品で入って、で、うん、出る時もこう、さーっとね、うん、まあ行ったっていうのがあったのよ。うん、で、その、うん、収録がさっきあってさ。うん、うん、はい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 。今日のね。はいはいはい。で、それ、まあ行ってきたんだけど、うん、それが、そのままテレビ東京の番組でさ、街、うんうん、角ホワイトボード先生っていうね、はいはいはい、まあ、番組なのよ。はいはいはい、それがまあだから、本当に街角いろんな街に、うん、その私が言ったのはお茶の水だったんだけど、うん、まあお茶の水とか巣鴨とか、うん、池袋とかね、うん、双子玉川とか、いろんなところに置いて、うん、なんか、こういろいろと教えてもらうというかね、うん、やってもらうっていう番組。その V を、うん、まあ、見て、うん、ここ、なんだかんだこう言わしてもらうみたいな番組だったのよ。はいはいはい、で、それが私と、うん、尾形くん、パンサーの、うん、尾形くんの二人の番組でさ、うん、MC がね。MC とその V 見るのが。うん、見るのが、うん。で、誰もいないの。はいはいはい。二人がいて。アナウンサーの方とかもいないの。はい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 。で、なんか変わったね。うん。で、これはだから、D ちゃんにさっき聞いたら、うん、この話したじゃないですか。うん、あのね、うん、アバちゃんとさ、うん、尾形くんとタメと、はいはい、水 D とこうみんなで飯食って、うん、で、まあ、先週か、うん、それのね、うん、ラジオで話聞いてくれたスタッフさんが僕らの時代、うん、呼んでくれたっつって、はいはいはい、私と、うん、アバちゃんと、はいはい、尾形くんを。うん。うん、もうタメがなんか、ラジオ聞いて知ったらしくてさ、うん、僕らの時代の3人が行ったの。うん。うん
ブーブー言ってきてたけどね。なるほどね。そう、作ったグループラインを。はいはいはい、はい。うん。ラジオで聞きました、つって。だって、ダメなんか、うん、結婚祝ってもらえると思って来てるからね、そうそう、まずその場に。一切結婚の話聞かないで、尾形さんと、アバちゃんが、ハゲてるハゲてないわな、そういうの。ずっと切れてたからね。何のために呼んだんだ、つって。奥さんに言って無理からというか、うん、都合つけて来てくれたはずなのに、怒って、でそのね、うんうん、LINE でも、うん、言ったらしいですね、つって。いや、タメが一番かわいそうな話だよな、うん、それ。ラジオ聞きました、つって。うん。うん。言ってくれなかったことが本当に悲しいです、つって。そりゃそうだよな。うん。なんでね、グループ作ったのにそこで行ってくるぐらいね、あってもいいじゃないですか、みたいな、くだりもあったんだけど、そのね、ラジオで話したよりも全然前に、うん、なんかこう、話来てもらったらしいのよ。うん、私と尾形さん二人でってね、うん。なんかすごい嬉しいね、なんつって尾形くんと話しててさ、うんうん。でもなんか、うん、尾形さんが、うん、楽屋来てね、うん、収録前に、うん、いや、お願いしますなんて、うん、いや、お願いしますっていうか、もう同じ立場だからね、うん、うん、頑張ろうよなんつって言ってたら、うん、いや、僕初めてなんですよ、つって、うん、その V を見て、うん、なんか開けてなんか、うん、感想を言ってみたいな、うん、いや、あるでしょ、つって、うん、いや、なんかひな壇とかで、うん、まあ、たくさんいて、うん、なんかもう、こう、ランダムで V 終わったら、うん、どう多かったとか、振られることは、あった、あるんですけど、うん、なんか、しっかりとこう見て、うん、一個一個感想を言うの初めてなんで、うん、なんつって言って、お願いしますなんつって、うん、言って、いや、私もね、うん、まあまあ、振られて、若林さんとかに振られてね、うん、答えるのあるけど、うん、つって言って、いや、もう同じだから、つって、二人で頑張ろうよ、なんつって言って、うん、で、始まったのよ。だから、テレビ東京のさ、うん、番組みたいな、本当になんか、なんか CG なんだよね。グリーンバック。はいはい、グリーンバック。の布の、前に、うんうんうん、ね、パーテーション、じゃあ、このアクリル入れて、はいはいはい、2つスタジオ入ったらさ、はいはいはい、椅子並べたって前にモニターあってさ、うん、スタッフさんがいてさ、うん、みたいな、はいはいはい。緊張してきちゃってさ、うん、私もさ。んで、なんでこの2人なんすかねとか言いながらね、うん、まあ、スタートして、うん。で、まあ、V を見るんですよ、もちろん。で、面白いの、その V が。はいはいはい。なんか、なんだろうな、その仮面ライダーの、なんか。詳しい人が。そう、まあ、授業。先生だから一応授業ってあれで、仮面ライダー僕にとって、仮面ライダーで人生変わったとか、あと、なんだろうな、日めくりカレンダーを、自作の、毎年、自作の日めくり31日、日めくりカレンダー、毎年作ってるおじさんとか。自分でその、学研というかさ、自分なりの。へー、面白いね。面白いじゃん。うん、とか、あとなんだろうな、アメリカのね、うん、なんか、学校、留学、アメリカに住んでた子が、アメリカの学校での、この生き残り方みたいな。うん、なるほど、なるほど。なんか飲み物をね、うんうんうん、まああんま全部言っちゃうとあれだけど、うん、その飲み物を、パーティーとかで、もらったら、うん、その飲み干すか、うん、持って歩かないと危ない、みたいな、うん。なんか入れられちゃったりするんだと、置いたまま。ああ、そういうことね。うん。二人で動かすと。わかんない。知らないことだよね。知らないですよ。へぇー、みんな、うん、結構な人数見たんだけど、ほえーとか言って。うん、で、感想なんかもさ、うん、なんか、なんとかね、頑張って、尾形さんも、いやー、あのカレンダー、日めぐりカレンダーなんか売ってくんないから欲しいっすねー。うんうん、とか、うん、いやアメリカ娘がね、うん、留学するなんて言ったらもう、うん、絶対反対した方がいいっすね、ほらね、うん、みたいな感じで、すごい頑張ってね、うん、まあ私もさ、うん、なんとかこうね、うん、一個一個で、ね、二人でこう汗かきながら、うん、で途中ででも、うん、いやちょっとこれあれっすね、尾形さんが、尾形くんが、うん、こんな涼しいスタジオでね、うん、なんか綺麗な、なんか揃いのなんかパーカーみたいな、うん、番組の着させてもらって、うん、綺麗な洋服着て、うん、座ってやるのって、うん、居心地悪いっすねっつって言って。確かにそうだよね、つって言って、はいはいはい、うん。やっぱドロドロになってたりする方がね。うん、朝から、うん。そっちの方が体的には疲れるけど、楽だよね、みたいな。うん、そうっすね。なるほど。仕事した感、充実感。もう、ま、脳がね、うん、脳が疲れますね、みたいな。そんな話、収録中にする？収録中に。がっつり回ってる時に。そうだよね。次回もロケ行かせてください。ロケに二人で。みたいなね。こととか言いながら、まあまあ、なんとか、はいはいはい、まあ、楽しくね。はいはい、日本撮り、全2回なんだけどさ。はいはい
2回分ね、はいはい、30分番組で、撮って。そうそう、2回分こう撮って、うん、で、2回目のさ、うん、その、まあ、エンディングでね、うん、いやー楽しかったねーなんて、楽しく2回で終わるなんて、うん、なんかもっとやりたいっすよねーって、そう、尾形くんも言って、そうだよねーつって、うん。で、私がね、これ、実際に、こう3回目、4回目があった時、うん、あるとしたら、うんうんうん、これどういう、やっぱり視聴率なんですか、うん、みたいな。聞いたのよ、うん。したらスタッフさんが、まあまあ、それもまあ、ありますけども、うん、つって、今はやっぱ SNS で、うん、やっぱ評判が、いいとかが、声が多かったら、結構続いたりしますかね、なんつって言って。あ、じゃあなんかテレビ東京のなんかそういう、うん、なんかね、番組やるやらない決める人が、それ SNS とかもチェックしてんすね、つったら、いやー、そう、別ね、みたいな感じな、答えだったのよ、はいはいはい、スタッフさんが。はいはいはい、だから、尾形さんが、うん、じゃあ僕嫁が、つって奥さんがね、うん、尾形さん、だから、が、うん、なんかブログをね、うん、やってると、うん、やってんすけど、つって、そのブログが、なんか、その全然一般のね、はいはい、うん、一般の人なんですけど、うん、なんかトップ10の中に入ってるらしいのよ。はいはいはい、はい。ブログランキングも。はい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 。トップ10どこだから。人気なんだよね。上の方に。うん。あ、そうなのなんつって。うん、うん。で、もう今日から、うん、もう、ね、うん、今日からもう、全部そのずっと告知を、うん。何月何日に、うん。そのこうね、うん、街角ホワイトボード先生、うん。っていうのをもう、ブログの最後にこう入れてもらいますんで、うん、つって、うん。そういうのも別にやってもいいですよね。うん。つって。スタッフさん、ああ、もう絶対もうありがたいでしょ、それは。ああ、もうその絶対もう絶対やりたいんだね。うん。3回目、4回目。そのなんだったらもう、ゴールデンとか。うん。まで行きたいんだよ。もうそれ、やりますんで。はいはいはい。なんつって言って、ああ、うん、それ、ありがたいね。なんつって。うん、で、いや、今日面白かったよね。なんつって、その番組の全部をこうまとめですよ。うん。で、いや、尾形さんが、いや、勉強になりましたね。つって。うん。これもうバラエティでもあって、そのね、教育、テレビとかでもやってもいいぐらいですね。なるほど、そのぐらいの、情報量。芥川も読みたくなりましたし、芥川龍之介をね、好きな人紹介したね、うん、女の子がいたりとか、うん、いやー、もう興味なかったんですけど、芥川もう読もうかな、うん、とか言ってる、うんうん。で、ああ、いいね、私もそうだよ、なんつって言って、うん、で、大橋さんが、うん、いや、もう3回目、4回目ね、うん、あったら、うん、もう本当に、ドーンとね、うん、ドーンとこう心に刺さる先生、うん出てきてほしいですけどね。うん、うん、って言ったの。いや、うんってなるじゃない。うん、え、いや、今回もう、うん、いや、そうでしょ、ね、うん、いたでしょ、さ、うん。今回いなかったっすね。いやいや、え、えっつって。うん。いや、えってなるよ。なるじゃん。え、だってほら、日めくりカレンダー欲しいとか、うん、ね、買いたいとか、言ってたじゃないですか、アメリカ留学の、つって、うん。まあまあ、いましたけどね、つって言って。うんうん、いや、もうほんと次回は、本当にめちゃくちゃ興味の、モテる。どう情緒が先生が、本当出てきて、だからもう絶対やってくださいね !3 回目、4回目ね。お願いしますなんて言ってて。うん。いやいや、ちょ、待ってやつって。なるよね、そう。え、ね、どういうことなのつって言って。え、それ何思ってはいたんでしょつって。ね、言ってたじゃないつって。なんかからね、うん、面白かった、楽しかった、はいはいはい、最高だった、みたいなことをつって。まあ言ってはいましたけど、つって。あ、嘘っすね。で、どうしたいんだよ。回ってんだよ。全然回ってんだよ。嘘って言って。なんかこう、もう一盛り上がりさせなきゃっていう気持ちが変な方向に行ったのかな。方向に行ってんのかな。いや、嘘ってことはないじゃないっつって。いや、それは大げさ。だから分かるよ、と。うん、だから一応ね、うん、膨らまして、うん、そのなんかこう、ショーにして、うん、そう、やっぱ言ったわけじゃなんかね。ゼロじゃないでしょつって。まあ大げさに。それは言うじゃない。うんうん、ね言うじゃないってのもあれだけど。うんうんうん、ちょっとこの、をね、派手に装飾をしてこう出すみたいなことはあるじゃない、うん、それにしてもね、うん。で、言ったのよ。それをね、そういうことでしょ、うん、ちょっとこう、オーバーにね、うん、言ったわけだよねつって言ったら、うん、いや、嘘っすねつって。
何がしたいんだろうね。なんないんだよ。なんなんだよ、つって。うん。うん。言って。うん。で、結局、いやー、本当に次回ね。うん。でも、本音っぽい、本音っぽいよね、うん。後に言ってるから。後に言ってるからね。うん。でも、それもだからサービスだろうな、と。もう一盛り上がり。そう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 。うん。うん。まあ、ボケだろうな、と思って。じゃあもうね、うん、次回、その、尾形さんにね、うん、刺さる。うん、ドカンと刺さる人を絶対用意してもらいたいんでね、うんうんうん、3回目4回目ずっとお願いしますね、うんうん、みたいなことを言って、うん、終わったのよ、うん、終わったんだそれ終わったの、うん、ほいで、うん、でそんな話をね、うん、その里光にしたのさっきね、うんうん、うなあって尾形さん、うん、嘘って言うっつって、うん、なんか、うん、普通いやもう正直な人なのか何なのかね、うん、なんつって話してて、うん、でいや告知じゃあね、うん、奥さんのブログをちょっと見てみよう、うん、なんつって見たのよ、うん、したらその収録終わったのは21時前ぐらいだったのね、うんうん、でそのね奥さんのブログが22時ぐらい、うん、22時手前ぐらいに、うん、その更新されてたから、うん、で出るじゃん最初に、はいはいはい、時間が、うん、ああ更新されてるからこれね書かれてるわってバーって下まで見てたら、うん、何にも書いてないのよ、その告知が、うん、告知がうんでまあ確か早かったからっつってまだ、ね、まだっつって、うん、でその本番このねラジオの本番前にもう一度見てみようっつって、うん、見たら12時ぐらいに更新されてたの、うん、でバーってこの下見てみたら、うん、またなくてさ、うんうん、あれ告知されてないなっつって言って、うんうんうん、やっぱ尾形くんって、うん、嘘つきだったんだなっていうところでまとまってさ、はいはいはい、でよくよく考えたら僕らの時代でも、うん、数々嘘っぽいとこあったのよ振り返ってみると嘘つきだ、だあの感じで嘘つきだったら日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、解き放て、プレゼンオードリーのオールナイトニッポン、続いてはこちらのコーナー、冷凍食品をレンジでチンするくらいのお時間をお付き合いいただくコーナーです。今週もクイズ東洋一のツッコミ春日がやっていきたいと思います。リスナーはお題となるツッコミフレーズを引き出すボケを送ってもらい、春日さんがそれをツッコミながら当てていただきます。ラジオネーム服部三世、僕は普段本業が忙しいあまり副業の方がおろそかになっています。その点春日さんは芸人という本業の仕事以上に副業であるボディービル、フィンスイミング、エアロビなどで結果を残しており、本当にすごいなと思います。僕も憧れである春日さんを見習って副業で結果を出せる人間になりたいですいや別に副業っていう意識はないわ。うん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 、はい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 、うん、いやいいですよ。副業、ラジオネームダンスダンスダンス、春日さん、僕は全芸人の中で春日さんが一番好きです、うん、破天荒であってこそ芸人みたいな風潮があった中で、極度の節約家として注目を浴びたり、様々なことに地道にチャレンジする姿はとても新鮮に映りました。正直テレビを見て面白いと思ったことはただの一度もないですが、それでもここまで生き残っているのはある意味一つの達成だと思います。いや面白いと思ったことないのところいらないだろ。そこ、そういうことです、そういうことです、いいですよ。ラジオネームアジアの壁、春日さんってイケメンだけど自己中ですよね。いや、褒めてんのかけなしてんのか、それどっちだよ。いいですね。それを、なんかね、例え突っ込みする感じです。突っ込み、これ今ので、内容は合ってます。それを例えて突っ込み。例えて？ラジオネーム空飛ぶブータン。春日さんの物事に興味なく、あまり喋らずクールな感じ、かっこよくて好きです。僕が中学生の時、そういう人いっぱいいました。え、褒めてん、え、褒めてん、あ、うん、うん、うん、な、うん、うん、なんだこのコロ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 、うん、表情が変わる、うんうん、お前アシュラマンか。いや、うん、はいはいはい、まあまあまあ、でもそうですね。え、ラジオネームスズメンタル、
私は友達が少ないので一人でも堂々としている春日さんのことをとても尊敬しています。街の嫌われ者なのに開き直れる根性を羨ましく思います。例え今の、うん、ほう、うんうん、例えで、うん、なんだろうな、うん、うん、褒めてんだけど、うん、うん、なんだ、うん、腹、なん、うん、悪徳政治家か。ああ、そういうことじゃないですね。違うな。いい顔。ラジオネーム、四季折々、日々こりごり。いや、春日さんって本当にすごいよ。このキャリアになっても未だに若手がやるような過酷な企画にチャレンジしてるからね、うん、普通春日さんくらいのキャリアになったらもう未来ある若手に譲ったりするけど、春日さんはそれしないもんね。ずっとテレビにこびりついてるもんね。ほんとすごいよ。うん、嫌な言い方するな。あーじゃないですね。ラジオネーム本気小池クレイジー、うん、これはちょっとあのメールっていうかあれですね、うん、え？動きがあるから。動き？おい、春日ー！こっ、こっちこっちへ！こっち？春日！春日、こっち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 ！え、行くの？うん。私が行く。おーい！何？どういうこと？おーい！おーい！おーい！うっ！うっ！どういうこと？どういう、え？いいです、呼んでボディ入れるなよ。惜しい、残念！正解は、うん、ハグのモーションで殴ってくんじゃねえよです。そういうことか。いや、難しい。あ、そういうことね。ボディーブローまで行ったんすけどね。ハグのモーション。惜しかったっすね。難しい。や、そうか。今回難しかったっすね。あ、さあ、ということで今回は、この中から一番良かったボケを春日さんに選んでいただきます。ああ、なるへそ。ああ、じゃあもうそのものズバリだった。うん。うん、このね、最後のやつ。うん。本気小池クレイジー。はい。おめでとうございます。はい、7月のプレゼントです。冷やし中華。焼きおにぎり10個入り。レンコンひき肉はさみ揚げ。お弁当にグー！唐揚げチキン以上の4種類が入っています。そして今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちらは商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。さてクイズ東洋一のツッコミ春日が次回のお題発表します。次回のお題はですね、所沢はロスじゃねえんだよってことなんです。ロサンゼルス LA のことですね。所沢はロスじゃねえんだよというツッコミを春日さんが引き出してほしいと思っております。詳細は公式ツイッターやホームページでもご確認ください。春日さんは見ないようにしてください。メールアドレスは kw@allnight.com。 日例の冷凍食品をお送りするので住所本名年齢そして電話番号を忘れなく書いてください。夢は捨てたと。さあ参りやしょう。ラジオネーム服部三世。おい錦鯉渡辺、あれってもしかして AV かもしれないと思い、畑に吊るしてあるディスクを確認しに行くこと。死んだみたいぞ。そこまでする。そうね。ラジオネーム最初はパーコ。おいバイキング西村、
AV を見るときにチンコが硬くなることを不思議に思っていること。死んでもいないぞ。幸せなことかもね。まだそう思えるって。そういうね。ラジオネーム故郷は地球。おい、岩井ジョニオ。生まれた直後にジャケットを羽織ったこと。死んでもいないぞ。不思議じゃないよね、そうだと。あ、そう、やっぱそうなんすね、実は。ラジオネーム、真っ白色シンフォニー。おい、ティモンディ高岸。前田はいつも助けてくれて、僕にないものをいっぱい持ってますから、前田となら楽しくできると思いました。と、3P の感想を言うこと。死んじゃうんだぞ。全員優勝ですって言ってくれる。3人とも優勝です。ラジオネーム踊り足。おい、 AV 男優。この男優真面目そうな雰囲気だけど実力は確かだなーと思ったら男性ブランコのどちらかだったこと。死んでもいないぞ。演技力ね、すごいけどね。オードリーのオールナイトニッポン。日雷プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日雷以上各社の協賛で東京中学有楽町の日本放送キアステーションに全国36局なお送り。さあエンディングですけど、いやー、ラクレットチーズの件が解決してよかったですね。嬉しいですね。ちょっとね、2週にわたることになってしまってね。はいはいはい。申し訳ないですけどね。やっぱりちゃんとね、うん、現実を、うん、見せなきゃなと思って、夢見ているやつにはさ。はいはいはい、うん、なんかちょっと、なんか、うん、折れちゃダメみたいのが、うん、そういう、固定観念、うん、に あ,、うん、あるよな。苦しいだろ、そうやって生きてるの。まあまあ、その辺でちょっとね、意地になってる部分は、今だ、その時は気づかないんだよね、やっぱね。土俵終わったら負けだって思って、うん、そうやって生きてきたんだと思うし、うん、そういう環境だったんだと思うんだけど、うん、苦しいだろ、それ。うん、確かにね、うん、そうね、うんうん、今の方がやっぱ楽は楽だよね、うん、あとなんかラクレットチーズね、うん、作る話になったら、まあ、温め始めてもよかったし、そんなのチーズがやっぱりあのキンキンの状態のねヒーターからやっぱオンにするって、で、あの氷が入らないっていう氷何個落としたよ、作りね、で誰が何をするのかもなんか決まってない感じがして、はい、でも、それがあったから次につながるだろうし、全然よかった、あってよかった日だよね。うん、まあまあまあ、うん、そうか、そうだね、うんうん、だんだん良くしていこうみんなで、うんうん、そうだね、うん、次なければいいわけだ、うん、次ね、うん、まあでも人間と同じミスしちゃうもんだから、うん、次もいいよ同じミスして。それはおかしい、それは変だ。同じミスしていいよは変じゃない。本当にね、本番前のね、うん、シミュレーションしなかったのがバカ野郎って思いました。それそれそれよ。ああよかった。うん、しないのがやっぱね、うん、つけ焼きはクオリティですよ。やっぱああなる。だからもう意外じゃないもんね。なんでそうなるんだとは思わなかった、不思議なもんだ。
最高だったよ、ヒロシが焦りながら氷の袋を開けてかき氷の穴にダンクシュートが入らない、ライトノベル、うん、ダンクシュートが入らない、高さは十分届いてんだけど入らない、ダンクシュートね、うん、もうリングにバイーンってやってリング直前ぐらいは誰もが入るだろうと思ってるダンクシュートねあれはよかったね、語り継がれるけど、うん、あねえ、でも よかったね、やっぱだから、うん、かき氷とでも桃までは、うん、まあ桃はだから、うん、スポーツドリンク飲んだ今からすると、うんうん、ありだよな、桃はね、うん、あとチーズがモッツァレラとかで冷えてたら、うん、もうちょっとあでもこっちの方がいいのかな、なんか合わなくはないって感じですよ、それでも、うん、やってみようっていう感じじゃないですよ、うんうん、スポーツドリンクはもうどのチーズでも無理だな、うん、あれはもうチーズが合わない、全チーズ、でもやっぱさメロンもそうだしさ、うん、なんかねあれだけど、うん、なんかあ生ハムメロンみたいな、生ハムメロンみたいなだけど、うん、風味楽しみたいからね、うん、桃はね、うん、蓋されんでチーズでうん、あでも よかったです、なんか素直になれて春日が、ね、申し訳ないね、なんか西ね手間もお金もかかっちゃって、尾形と春日には素直になってほしいミフィちゃん、この後また夢でお会いしましょう、アディオス。